はい、大将です。天皇賞、春ですね、今週日曜日行われます。まあ最近ずっと的中してますね。大阪杯、桜花賞、皐月賞、福島牝馬が当たってましたね。昨日のマイラーズカップも一応当たってましたけども、あんなに硬いとは思いませんでした。当たってガミでしたね。あの人気2頭のねワンツーだけはやめてくれと思ったんですけどね、ワンツーでしたね。まあしょうがないということで、まあずっと的中してるんで流れはいいんではないでしょうか。まだね枠も馬場も調教も出てませんが、週始めの、G1 まあ展望ですね。まあ一応パーッと見 G2スーパー G2 ぐらいですか。もう昔からね競馬してる人からすればちょっと寂しいメンバーですよね。あのね、まあ北サンブラック、里のダイヤモンド、シュバルグランとかね、ああいうね最近やったタイトルホルダーとかね、ライスシャワー、メジロマックイーン、まあ寂しい限りですよね。なんか天皇賞春のどんどん格が落ちていっているような、まあしょうがないですけどね、海外にねやっぱ強い馬行きますしね、去年の勝ち馬もいませんしね、8歳馬で普通に出てきますからね、ハピとかダート馬なのに、もうこのメンバーやったら8歳でもシルバーソニック3着ぐらい来そうやけどね。ここはやっぱもう帝王ロイヤルかドレッツァがかっこつけな、もうちょっと天皇賞春のもうなんか意味すらなくなってくる感じはするけどね。なんかまあ普通に考えてスーパー G2 と考えるならもう帝王ロイヤル逆らえないんじゃないですかね、これね。前走強かったしね。まあ対戦成績から言ってもまあダイヤモンドステークス1着、まあステイヤーズステークス、阪神大賞典と大体もう先着している馬、先着していますもんね、このメンバーだったらね。まあそうなってくるとまあ対抗が一応サリエラにしてますけどね、サリオスの下で血統しっかりしててディープで長距離の豊か、エリザベスもね、あんだけダイヤモンドステークスで2着したようにね、距離伸びていいんかもしれないですね。エリザベスもいい足で最速で追い込んできてました。京都が得意かもしれないですね、これね。京都が得意な、まあ豊かしてディープと、まあこれかな2番手は。で対戦成績から言ったらまあ名将ブレゲとかいますけどね、ワープスピードの方が上かな。普通の年やったらねどうかなと思うけども、このメンバーやったら買わなしょうがないもんね。ワープスピード、三浦ここで悲願の G1 初制覇あるか、これちょっとね、血統がちょっと気に食わんのよね、ドレフォンやけね。まあドレッツァ、まあ一応3、4番手っちゅうところですかね。まあ金庫賞の時も言ってましたけどね、まあ1頭だけ59キロ背負って菊花賞 3000m から一気の 1000m 距離短縮で休み明けで2着と、まあ格好はつけたと。まあ負けたのがプログノーシスは、まあ、金牌得意な馬ですよね、左回りの2000得意な馬に負けたぐらいなんで、まあ格好はつけたかなと、叩きと思えばね。でここからまた 1200m 延長なんですよね。まあ抑えが効けばっていうところなんじゃないですかね。まあ菊花賞はね、まあ圧勝しましたんでね、本当はタスティエーラとかがね、もうタスティエーラとドレッツァ、まあ明け4歳の G1 馬がね、まあグリグリいかないけんねやけどね、4歳馬のレベルが疑われております。まあ、本命一応候補は一応帝王ロイヤル、対抗サリエラかな、でワープスピードドレッツァって感じですかね。こんな感じでちょっとね
馬券組み立てると思うんで、結構好調なんでね、また、週末最終決断、調教と馬場を見て検討したいなと思います。じゃあ今日はね、天皇賞春、まあ週始めの、まあ週始めの G1 予想って感じですね。まあ馬券的には面白いかなとは思います。それでは天皇賞春最終決断、週末までお待ちください。ありがとうございました。